慶応閣ダービー初日は、メインの特選平原康太、平原は今臨海最強説も流れているくらい、安定感があるんですけれども、それを本当に見せつける走り、しっかりと勝てる位置を取って勝てるところからのまくり、岩津優勢のもう必要なすごい牽制があったんですけれども、それを体で全部受け止めてもう一度直線から伸びきるという素晴らしい足でした。やはり今の平原は非常にこの充実ぶりが光っていると、そういうレースでありました。深谷智弘は先行して5着だったんですけれども、いいところも悪いところも見つかったということで、この開催中にこういかに立て直してこれるか、これまで深谷は開催中にこううまく、軌道修正をしてくるというところを見せておりますので、初日の先行が後に生きてくるんではと思います。1日予選少し落車が多かったのと、ちょっと、審判厳しい判定かなというものも見られて、1次予選その五冠新一の2着であったり、中川誠一郎もまあワンツーであったけど2着少しちょっと波乱含みの様相かなという1次予選でした。2日目は残りの1次予選が5個レース、そして特選レースが2個行われます。推奨レース特選レースからやっていきましょう。2日目の狙いは特選の11レース最終レースになります。並びは2番5番山崎義人に菊池啓翔、8番1番6番池田隼人武田豊樹に成清隆之が3番手、4番7番井上雅樹に大塚健一郎、3番9番脇本雄太に村上博之ということになります。まあ、先行したいのはもちろん脇本雄太であり、武田に任される池田、初日が非常に気温が上がったとはいえ、総じてバンクが重いという感想を言う選手が多かったですね。タイムもあまり出ませんでした。まあ、脇本と池田、そしてまあ山崎はまあ足を溜めてというところになりそうですけれども、レースが動く中で少し、タイムをかかってくれば、井上雅樹が、もう本当に隙を逃さずまくりきって1着、井上はこのところちょっと調子が良くないんですけれども、その分配当が望めるということもあり、この4番車というところが、井上の1着からいい配当になるのではないか、ちょっと脇本雄太の怪我明けということと、池田がやはり武田の前で捨て身になる部分、3番と8番を切って、井上から30点狙いたいと思います。特選のもう一つは10レース、稲垣裕之に、村上義弘、新田雄大、浅井康太、本当に石井修司もここも穴で狙いたい、この激戦という感じです。平原康太が安定している中、もちろん村上義弘も稲垣裕之も、特にやっぱ浅井康太も、今本当に臨海でトップ 1,2,3 入るぐらい安定感あるのかなというところ、平原が初日に見せた走りを浅井がこう上回るものを見せてくれるのかどうかということも、期待していきたいと思います。1次予選5個レースも楽しみにして2日目を、見ていきましょう。